佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日は9割の人が知らないうつと食事とリンパケアの関係についてお伝えしたいと思います。うつってメンタルの問題かなと思うんですけど、はい、それ以外も関係してるんですか？もうめちゃくちゃ問題があって、腸内細菌ですね。腸内細菌を変えること、便移植って言って、便を移植することによってかなり性格が変わるってことも分かっていて、腸内環境で性格まで変わってきます。便移植っていうのが性格が変わったり、過敏性唾液腸炎とかいろんな病気が良くなるってことは分かっていて、その原因の一つに炎症があるんですね。腸内の炎症があって、炎症が起こってるっていうのがグルテンやなんかの炎症だったり、化学物質の炎症だったりっていうことで、まあ、腸内細菌が変わることによって腸脳相関っていう、もう腸と脳が非常に相関がありますよっていうことはもう明らかになっていることなんですね。もう一つは腸がよく動くっていうこともすごく大切で、腸が動くっていうためにはケアをやってもらう。もう一つはタンパク質なんですね。タンパク質が、足りないとうまくホルモンが出ない。セロトニンっていうのはトリプトファンっていうアミノ酸なんですけども、これがうまく取れていないとセロトニンが低位になってしまう。いいドーパミン系ですね。うつってどういう病態かっていうと、交感神経も副交感神経も低位になった状態で、やる気が出ないっていうのもよくセロトニンの話ばっかしか出ないんですけども、セロトニンが出ないとやる気も出ないんですね。やる気っていうのはノルアドレナリンとかアドレナリンの方のものなんですけども、これがうまくいかない、恐怖だけが出てきてしまうっていう感じになって、もっと鬱がひどくなると行動もできなくなってしまう。脳も働かなくなって、脳が動く基本的なホルモンっていうのがドーパミンですから、ドーパミンが得られないっていうことは実は両方低くなってるって、両方高めてあげなきゃいけない。副交感神経をちゃんと高めてあげることでちゃんと腸が動くようになりますし、腸脳相関って形でタンパクをきっちり取るっていうことですね。ホルモンをしっかり出す、それをちゃんと取るっていうことがすごく大切なので、胃腸がよく動いて炎症にエネルギーが取られないってことが非常に大切です。特に酪酸菌なんかは、大腸が動くのは全部酪酸菌のエネルギーですね。ATP が何か作るんじゃなくて、腸自体が動く、大腸自体が動くのが酪酸菌のエネルギーで、余ったエネルギーは体に回って体でエネルギーとして使ってくれる。とにかく腸をしっかりする。そのためには小麦を取らない。もう一つは糖中毒。うん、うつの原因になってそう、糖が急にガーンと上がります。上がって落ちるとインスリンを使い果たしてエネルギー切れになってしまう。エネルギー切れがうつをもう本当に辛い状態になる。うつの人は元気づけちゃいけない、頑張ってって言うとすごくうつになっちゃうんですね。これはなぜかっていうと、彼らは実際に重いんです。体が体と心っていうのは常に連動していて重いんですね。朝起きてもう重いんです。だから常に皆さんが40キロぐらいを背負ってると思っていただいて、起き上がるのも重いし、歩くのも重いし、必死な思いで会社に行ったり学校に行ったりしてるのに、頑張ってって言われると自殺したくなるんですよ。気をつけなきゃいけないのは、とにかく暗いから頑張ってっていうのはやめてほしい。佐藤式で言ってる頑張るなって話になってくるんですけども、とにかく頑張ると交感神経が余計優位になって、交感神経優位になると副交感神経が低下してしまうっていうことが余計良くなる。副交感神経低下すると胃腸は動かなくなる。胃腸が動かなくなると消化がしにくくなる。腸の中が炎症が起きるっていうことがすごく関係しています。腸脳相関の話をしてるとタンパク取りましょうって話になってきます。でこれが最近また違ってきてきて、動物性のタンパクの方が絶対に植物性のタンパクよりも吸収がいいですよってことが今まで言われてきたんですけども、特に女性は植物性の方がいいとも言われていて、有意差はないってことが分かってきてる、で炎症を起こさないためには動物性のものっていうのは取らない、吸収されないと、そこでタンパクっていうのはウェルシュ菌とかっていう悪玉菌が動くようになる。それからグルテンですね、グルテンのタンパクっていうのも炎症が起こりやすい。それに対して大豆タンパクですね、日本人が大好きな大豆タンパクをしっかり取る。これは味噌でいいと思います。味噌とか
豆腐、その辺で取っていただくと非常に素晴らしくて、そしてご飯はトリプトファンですね、セロトニンの含有量結構多い、バナナと同じぐらいある。ご飯のタンパクって一膳で結構あるんですよ。だけどなぜご飯のタンパクってあまり重要視されてないかっていうと、リジンっていうタンパクが全部少ないのであまり有効に使われないって言われてるんですよ。リジンっていうのは結構大事に豊富に使われてるので、味噌汁とか大豆を取ることによってご飯のタンパクが生きてくるんですね。よくできたもので、本当によくできているので、魚なんて昔の人間ってそんなに食べれるものではなくて、魚っていうのは時々食べれる、そしてその中で大豆っていうのをしっかり取りながら、納豆とか、納豆になると胃腸で分解する必要は4割がアミノ酸になってるので、そのまま吸収すればいい。だから大豆と全然タンパクを分解しなくても吸収されるようにできてるんですね。ご飯もアミノ酸っていうのは非常に多い、トリプトファンっていうのは結構多いので、セロトニンも活性化する。セロトニンが活性化すればドーパミンも活性化しやすくなるんですね。両方が上がってくることが非常に大切になりますから、食生活と、もう一つ私たちがやりたいのはリンパケアですね。腸が動くってことは副交感神経が活発になるって形なので、ちゃんと食事をとっていてもうつの状態で食事が入ってきても消化してくれないので、胃腸を動かすってことがすごく大切で、いろんなリンパケアがあるんですけども、やっぱりうつの人って活動的なリンパケアっていうのは合わないんですね。元気を出しましょうっていう動画も出しているんですけども、うつの人には元気を出しましょう動画はさっきの頑張れと一緒であんまり良くないんです。やるのはセルフコンパッションのリンパケアが一番うつの人には大切になります。慈しむことから、慈しむ、私の体を、私はダメでいいので、ダメな私を自己需要ですね、自己肯定ではなくて、肯定っていうのはプラス思考なので、肯定すればするほどいやそうじゃない私っていうのが出てきちゃう、でもダメな自分を認めてあげれば 100% 包むことができるので、とにかく楽になる、楽楽になる、呼吸が楽軽いっていうのを感じるケアをやっていきたいので、まずセルフコンパッションをやっていきたいと思います。セルフコンパッションというのは自分を慈しむリンパケアになりますので、実際にやっていきたいと思います。まず深呼吸します。これやったら、まあ、胸の筋肉をさーっと優しく優しく撫でて、脇の下を撫でて、で小指から親指ずっとで、顔もずっと撫でていくと、でってるとこっちがこう軽くなって、ふう、空気が入る感じがします、ね、空気がすごく入る、呼吸が軽くなったと思ってください。で1回やったらこっちに行くんじゃなくて、もう1回やります。もう1回やることによって、順番は何でもいいです。とにかく優しく優しく、皮膚がへこまない程度にずっと撫でてあげて、で深呼吸すると、さっき認知したから余計どんどん活性化して、こっちだけ空気がすごく入るようになる、で軽くなってる、心もちょっと軽くなったな、半分だけ軽くなったなっていうのを感じてください。そして今度は逆側ですね。胸をザーッと撫でて、順番はどうでもいいので、ザーッと撫でて、親指から撫でて、小指投げてね、胸、それから首、顔までやってあげると リフトアップもしますよね。そうすると一気に深くなります、呼吸がね。これだけでこんなに心も呼吸も楽になる。そうです。これをやっていただくだけで未来のことを感じなくていいんです。未来の不安を考えなくていいし、過去の嫌なことも考えなくていいって、自分の体と向き合って一生懸命しか呼吸できなかったものが、空気がとっても入ってきてっていうのを1ミリ感じればいいです。で絶対に焦らない。みんな良くなりたい良くなりたいっていうのを1回忘れて、ダメなまんまでいいんだっていう感じで、少しでも楽になれば、どん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 それを認知することで楽になっていきます。セルフコンパッションをする、日本食をよく噛んで食べる、特に根菜類ですね、よく噛んで、噛むことによって自律神経というのは交感神経が優位になってきますので、なかなか食べられないかと思いますけども、本当に少しでも構いませんね。少しをちょこちょこ、まあ、こう言ってちょっとでも体が軽くなれば、軽くなっていくなと思いながら、ありがとうね、自分の体がね、無理してね、頑張ってくれて、そんな頑張らなくって、まあ、いいんだよって自分を認めてあげる。認めることができないかもしれません、皆さんね、うつの人って自分のことを認めることができなくっても、嘘でもいいんで認めてあげると、この子たちは喜ぶんで、私たちの組織体っていうのは意識に褒められることが
とても嬉しい、認められることが、褒めなくていいんで認めてあげればいい、あなたはあなたのままでいいんだよっていうことを認めてあげる、声を聞かせてあげるだけで、ボソッと一言で言うだけで、今まで意識さんに無視されてきた細胞は、ずっと無視してきたものがちょっとだけ優しくなると、振り子の法則でツンデレです。ツンデレをしてると思えばいいので、本当に厳しい先生に一言ちょっと褒められると、うん、ものすごく嬉しいじゃないですか、はい、だからそれを自分にやってあげるってことがすごく大切で、それをしてあげると、今日ちょっと食べられたねっていう形でいいので、今日ちょっと休めたねっていうことでいいので、それだけでちょっと今日軽くなったね、ちょっと心も軽くなった、体が少し軽くなった、少し軽くなるだけでいいので、それを感じながらね、でもこうやると軽くなるんで、こっち重いです、で手もさっ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 てると軽くなるっていう認知をしながらやっていくと、どんどんと軽くなると思いますんで、食事とケアですね、自分を慈しむ、そういったことをしっかりやっていくと、どんどん打つっていうのもちょっとずつね、自由に動けるようになっていきますので、ぜひ皆さんやってみてください。今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画ね、良かったなと思ったら高評価ボタン、質問やご意見などありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。